皆さんこんにちは。新宿復興協会の牧師の菅野直樹です。ロボデンドネットワークの代表もしております。4月20日月曜日、今日もあなたとお会いできて嬉しいです。私たちの人生の中で2つの大切な要素があります。1つ目は安心、2つ目は安全ということです。心安らかであることが大切。しかし心ばかりではなくて実際の安全も大切。じゃあ安全であればいいのか。安心っていうのも大切ですよね。心が安らかになることで魂と体はつながっているので、その安心が体の健康にもつながっていく、そして強いては安全にもつながっていく。どうしたらいいでしょうか。安心のために私たちは第一に事実を直視することが大切です。正しい情報、正しい見方をしていく、これが大切です。しかしこれはですね、例えば新型コロナウイルスの問題であるならば、どうすればそれを避けることができるのか。3密を避けてくださいとかね、そういう事実。しかしもう一つの視点が必要です。神の視点、神が共におられるから大丈夫だ。皆さん、それがね、本当の意味の安心になり、そして安全にもつながっていくのはないでしょうか。どっちかではあればいいっていうんではなくて、両方必要です。そのためにお互いに安心と安全を持って生きていけるように、今日もお祈りしたいと思います。愛を持って生きてゆこう、互いに手を取り合って、イエスのため生きてゆこう。愛の光の中を、試合なさいと教えてくれて、私とあなたを愛してくれています。愛にあふれた一日でありますように。ごきげんよう。また明日お会いしましょう。